おはようございます。じゅんです。りさです。はい。りさちゃん、はい、今どこにいますか？今は、なんと、うん、成田空港にいます。おどれどれ。おなんとこれから、はい、ニューカレドニアというところに、お私とりんちゃんと2人で行ってきます。はい。うんはい、女子。2人旅。楽しみだね。ニューカレドニア行ったことある？ない。どんな？なんか、ネットプラス人の情報によると、うんうんうん、天国に一番近いそうだ、ね、みたいなヘブンっていうのをよく聞く。そうだね、それはよく聞くよね、うん、それしかないよね、うん、あとまあ海がすごい綺麗とか。そうだよね、セクシーショットとかがお宝ショットが今回はあるのかな、知れないですね。そうだね、私たちもね、なんかどういうところかわかんないから、うん、撮りながらね、撮りながらいろいろお伝えできればなと思います。じゃあ今から行ってきます。あれに乗って行ってきます。はい、りさちゃん、はい、飛行機に乗りました。はい、ここから約8時間かな、8時間飛行機に乗ってニューカレドニアに行きたいと思います。おやすみなさい。またね。バイバーイ。はい、ニューカレドニアに到着しました。今は何時だ？11時半です。11時半。日本より2時間進んでます。なるほど。はい。日本は9時？9時半。9時半。どうで寝た？寝てないよね。じゅんちゃん爆睡。私はね、めっちゃ寝ました。夜寝れるか心配です。これからホテルに行きます。はい、ここから1時間ぐらいだそうです。はい、マスクしててすいません。はい、ホテルに着きました。なんとね、部屋がね、一人一つ一緒じゃなかったね。一緒じゃない、準備してもらってました。めっちゃいい、めっちゃかわいいねー。やばいよ、広い ね。しかもさ、ここさ、すごくない？お風呂、吹き抜け？吹き抜けもうすごいすごい。お風呂入ってすぐ寝れるって。しかもバスローブ付き。セクシージュンだ。これね。こっちは？こっちはトイレ。あ、トイレね。普通にトイレです。と、うん、シャワーがあって、お風呂、バスタブもあって。ね、これワインもさ、これ何？プレゼントかな？ね。あ、ウェルカムドリンク的な。すごくない？飲んじゃうかな。絶対飲むでしょ。はい。こんな感じでした。こんな感じでした。ゆっくりできそう。りさちゃん、おはようございます。おはよう。さあ、今から朝ごはんを食べに行きます。あとでジムがある。ジム？すごいじゃん、なんか静か。じゅんちゃん、ちなみに、はい、全然起きませんでした、朝。びっくりするぐらい電話出なくてびっくりしちゃったね。目覚ましをめちゃくちゃ鳴らしたんですが全然起きれませんでした。すごいよ、なんかすごい綺麗。天気はどんよりしているんですけど、ね、あ、プール、じゃーん、プール。じゃあ入ってみたい。あ、ここじゃない。リサちゃん入ってください。朝ごはんここでいただきます。Thank you.
朝ごはんはこんな感じで撮ってきました。じゅんちゃんはこんな感じです。おいしい？おいしい。サラダ山盛りにしすぎて食べづらい、ね、シェフがオムレツ作ってくれました、うん、何入れたの？私はね、チーズとマッシュルーム。おー、美味しそう。すがすがしい朝を迎えました。さっきまで雨降ってたんですけど、だいぶ回復したのかな。カップルルームです。忍びで来たい方はぜひ。風が強いですね。でも海もすごい綺麗です。チャペル？あ、チャペルなんだこれ。オーシャンビューってことね。すごいね。起きた？うん、起きた。だいぶ起きたね。うん、よかった。目パッチリ寝すぎやろだいぶね。司会の言葉を、あ、違うか空手全くないですホテルの周りを散策しております。見てください、リサちゃんがフォトジェニックな感じでね撮ってます。撮ってます。インスタいっぱいアップするんで見てね。見てね。暑すぎず、まあ、でもなんか日差しはしっかりある感じね。そうだね。撮ってても、はい、焼けそうだね。うん、すごく綺麗。じゃーん、リサちゃんどう？綺麗。海綺麗？うん、透明。じゃーん、なんか貝殻がいっぱいあるから、うん、リサーチ必要かも。素足じゃなくて。じゃあ、B さんも出しといた方がいいかね。ほんとだ、結構しっかりした貝殻だね。何のお花ですか？ちょっとわかんないけど、可愛いから取っとく。あ、ちょうどハチさんが。なんかちょ、いい朝、ちょっとずつ暖かくなってきた ね。自然って感じ1日目のホテルはル、はい、メディアン、ルメア、メディアンルメア、ルメア。じゃあこれから市内に行ってきます。トロの丘です。大砲？そうです、大砲です。すごい、結構大きいよね。おー、大きい大きい大きい。めっちゃ上から見下ろせる海。すごい、これ晴れてたらもっとね、うん、青かっただろうね。だって言ってた。そこにちっちゃい離島が見えてるの分かります？あれがカナール島って言って、今タクシーボートがほら今帰ってきてるんですけど、で5分で来るので、あちのカナール島にもあのレストランがあるんで、週末はみんななんかあそこまで。天国に一番近い国？間違えました天国に一番近い島の映画に使われた坂道。ちょっとね、あんまり勾配がどんだけなのかわからないけど、耳が痛くなりましたね。こんな感じです。はい、市場に来ました。市場に来ました。これ子供の服だよ。これ洋服かわいいね。人がいっぱいいますね。そう、かわいい。2000円、2000円ぐらい。日本円と分かりやすい同じぐらいです。大体そうだね。2000円って書いてたら2000円ぐらい。うん、闇の国っぽい。ねえねえねえ、ほらほら、ほらリサちゃん好きそうな。ルメリア、かわいいね。市場感、市場感。ぐる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 。なんかこういう人形多いね。目玉がこういう人形多いんだよね、さっきから。あ、車があります。こんにちは。こんにちは。あ、かわいいじゃん。これ缶で作ったんじゃないの？ファンタ、スプライト。
奇妙な動物たち。はい、伊東にリフ取ってあるんですけど、そこでバニラが取れるんですよ。すごいクオリティのいいバニラが取れるから、そのバニラを使って作ってるのと、あとはニアウリっていう植物、 あとコーヒー、サンタル、タマヌです。もうこれ全部ここで取れるやつ、へえ、を使って石鹸を自分で作ってます。ひさちゃんはあのさっきの缶の車を、かわいいコカ・コーラの車、そう買いました。かわいい、全部缶でできてます。すごいね。で帰ります。はい、市場に入ります。はい、わすごい、なんかスーパーみたいですね。かわいいやつが売ってたのでかぶってみました。おばちゃんもかぶってる。バイバーイ。バーイ。目がない、触りたくない。じゅんちゃんどう？楽しんでる？楽しい。いろいろいろんなとこ行けていいね。うん。なんかやっぱ景色が綺麗だから。うん。ファーみたいな。全然わかんないです。ファーみたいな感じ。開放感的なやつね。そうそうそう。南の国特有のね。そう。でも意外と結構なんだろう、建物が多いなってイメージがありますね。そうだね。うん。確かに。空港降りて。うん、ホテルまではなんかまっすぐな一本道でどうなることやらってちょっと思ったけど、うん、なんか何もなくてね、何もなくてね。じゃあ次に行きます。はい。